こんにちは、みなつです。ということで今回は、前回私がロケーションをしていろいろこういう風にイメージをしたので、それを映像にしていくためにひたすら練習をしていきたいなと思います。はい、ということで、まあね、ちゃんとねこういう感じでボードに出して、具現化できてるので、はい、もうあとひたすらね飛ばして練習になると思います。はい、でちょっとねだいぶ日も傾き出してて、そうですね、夕日に差し掛かってる頃でちょっとね引いてたんですけど、だんだん海を満ちてきてて、本当だ、水位も若干上がってるはずなんで、気をつけながらですね、それも気をつけつつ、あとちょっと風も出てきたんで風も気をつけつつ、はい、で変わらず、鳥も飛んでると思うんで、はい、そこら辺もね気をつけながら、まあ、本番にというか、まあ、それに向けていい絵が撮れるように、まあ、ひたすら練習ですね。でもあともう人もねなんかもういなくなってきているので、はい、まあ、そこら辺もあまり気にしなくていいのかな。あと船とかかな、そうですね、船もないかな、近づきすぎないように、そう、そこぐらいだけ、はい、心配をしてもらえればという感じですね。はい、はい、はい、では早速飛ばしていきたいと思います。はい、じゃあボードで描いた1枚目のやつ、そうですね、ワンパターン目、はい、から、まあ、練習ということで、はい、じゃあ、 もうね自分のタイミングで、はいはい、飛ばしてもらえれば、じゃあ行きます。はい、でね、最初はカメラに近づくところまでがセッティングになってると思うんで、そこまでささっとやってもらえれば、はい、50m まで上がり、うわ、広っ、なんか、はい、で、カフェ側を向いて、うわ、めっちゃ綺麗、さあ、映ってますね。ちょっとカメラ下げます。では、30m ぐらい平気ですかね、近づいて。大丈夫ですね、まだ、うん、人もいない。行きます。あ、いたです、ね、そこら辺で大体ストップです、はい、ではここから引いていきます。はい、バックはもう普通にフルスロットルでもいいのかなと思います。確かに、うわ、めっちゃ綺麗で、カメラの角度気にしながら、あとはコードですね。で、だん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 左に寄りつつ、半島寄りにしていきながらですね。はい。100メートルほど。そうですね。で、じゃあコードはそこ維持で。だんだん、あ、やばい。角度はゆっくりと。めっちゃ綺麗、キノコみたいな形してますね。ですね。で、今まだ300、400手前なんで、もっとバックしながら、はい、でもう少しで半島が見えてくるんで、はい、でそこら辺からコードをゆっくり下げながら、で今半島がおそらく下ら辺にいるはずなんで、うわ、いた。でここからゆっくり、はいですね、ノーズインしながらコードを下げながらって感じですね。はい、うわー、このやっぱ角度変えるのがめっちゃ難しい。ガッていっちゃいますね。そうですね、で今ちなみにバックもしながら旋回してるんで、そうですね、はい、OK です、OK です。ちょっと近づいていけような感じ。うわー、白いのがいいですね、当たって。ここからの角度がいいんですよね、日が当たってるんで多分綺麗に映ってる。奥の方まで綺麗です ね、 そうですね、ここが一番いい角度かもしれない。確かに、鳥居もだんだんと見えてきて、もうすぐで 50m ぐらいですね。そうですね、50来ました、あ、やばい。OK、 でここからゆっくりゆっくり、はい、ちゃんとノーズインできるように。波の動きがめっちゃ綺麗。
ちょっと近い感じも。めっちゃ綺麗。そうですね、やっぱ透き通ってますね、うん、向こうまで行くとやっぱ綺麗ですね、うん、ついつい顔が真剣になってしまう。じゃあ一旦こっちまで戻れる感じでいいのかなと、はい、おー、はい、OK ですね。今のがボードでいうとこの1ですね、はいはい、どんな感じでした？最初の練習ですけど。いやー、なんかやっぱりこの旋回、はい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 、がこの下がるスピードとかはガッてやっても全然ゆっくりに見えるんですけど、うん、それにつられて旋回もかってやっちゃうと急にバッて変わっちゃうので。そうですね、そこちょっともったいないかもしれないですね、うん、確かに。やっぱ車体はちゃんと画面の中央にあるべきなので。そうですよね。あとカメラの向きだったりとかも、はいはいはい、急にガッてやるよりかはこの旋回って後ろファーってやっていった方がいいなっていうふうに思ったので、うん、そこを改善していけたらなと思います。そうですね、あとはもうそこだけ、その旋回のスピードでこう車体がブレるっていうところだけちょっと意識すれば OK かなとは思ったので、はい、そこだけですかね。そうですね、はい、しし全然いいと思います。本当ですか、はい、なのでちょっとまたバッテリーをちょっと変えて、はい、にやります。どうします？1でもいいですよ、全然。一旦じゃあ次バッテリー変えた後2パターン目も、あ、じゃあそっち行きますか。やってみたいなんで、はい、やってみようと思います。はい、はい、ではバッテリーも変えたので、はい、2パターン目をやってみようかなと思います。はい、そうですね、なんだっけ、向こうまで 1000m 行くってやつですね。はい、30m 今度は上がって、はい、またカフェの向きに旋回してから1km、うん、そうですね、そこからバーッと一気に向こうまで、はい、楽しみですね、はい、なので全体的に撮るだけなんですけど、まあ、初 1000m フライって感じ。奥の奥まで行けちゃうんで、はい、絶対に人間では、そうですね、行けない、ね、はい、なので、まあ、ちょっとね怖いところあると思うんですけど、まあ、はい、やってみてくださいというところで貴重な経験を、はい、ではやっていきます。はい、ちょっと左に寄ってなんとなくマラズル半島と直線上にいるようなところら辺まで。どのぐらいですかね。もうちょっと左かな。もうちょっと、もうちょいかな。もしあれだったらもう一回旋回してあの半島側を見て、確かに直線上にいるかだけ、うん、まあまあまあいい感じかなと。じゃあそこから、はい、カフェ側を向いて、うん、いいかな。で、あとはもうちょっとずれたなと思ったら修正、こうやってちょっとね、右に入れたり左に入れたり修正しながら、はい、入れすぎるとちょっとあからさまになるんで、なるべく直線に見えるように修正してあげれば OK かなと思うので、はい、もう好きな時タイミングでどうぞ。では、行きます。上がりながら、上がりながら D のところが1000になるように。めっちゃ綺麗。奥が影っぽくなってて。そうですね、ちょっと日が落ちてきてるんでちょっともったいなかったかもしれないんですけど、それでもまあまあまあいい感じかなと。高さは 100m ぐらいですか。そうですね、高さは100でストップで、はい、いつもだったらそろそろ終わりに近づいてくるぐらいの。そうですね、でここら辺で大体真下に今半島が見えてくるって感じ。はい、ですね、どうしようかな。またこの辺に半島が見えてる。
あとはもう、うわ、広っ。さあ、800メーターですね。すごい。もうカフェも、あ、でも若干見える。若干見えてるかなぐらいで。すごい。うわ、この、なんていうんですか、公園が中心にいて、ドドンと。そうですね。そろそろ1キロですね。ですね。じゃあ、良きところで。はい。はい。OK ですね。めっちゃ綺麗。追加要素で150手前までちょっと上げてみますか。140ぐらいまで。はい、ここから。そこから。うん。高さだけ。どう見えるかだけちょっと確かに方がいいかなと。もう奥がだんだ ん, なんか隠れてたのが開けてくるみたいな。見えてくるはずなんで、140ぐらいまで上がったらストップでしょうか。OK ですね。うわすごい。もうちょっとその奥の方、うん、見えますね。自然公園のちょっと奥。確かにお家とかがあるのかな。のが見えると思うんですね。こんな感じで見えるかな。これがドローンの強みですよね。いけないところまでドローンを持って行って、うん、まあ、景色を撮るだったりね。またこの高さから引いてって上げていくとまた違う景色が見えたり見えてくるのもすごい面白い。まあ、一人あれですね、パターン1とパターン2、はい、練習、はい、やってみたと思うんですけど、どんな感じでした？パターン1はさっきも言った通り、結構もうちょっと微調整が必要なところも、ね、ノーズインのスピード、あー、そうですね、真ん中に車体をちゃんとするってところだけちょっと多分まだもったいないところあったかもしれない。そうですね。でもパターンにはなんか正直もういけそうな感じでしたよね。なのでもう次回はいよいよ本番でやってみようかなと。やっちゃいます。やっちゃいます思うので頑張っていきたいと思います。そうですね。はい、ということで次回はいよいよ本番になるんですけど、今回は練習をしたので結構1位はまだちょっと苦戦するところがあったので、次回の本番でもっといい風にできたらなという風に思うので、みんなにもそのいい感じの映像が伝えられるように頑張りたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のスカイハイト TV でお会いしましょう。バイバイ。